今日のジャイアンツの先発は今シーズンヤクルト戦が初先発になります畠清修でした。その立ち上がり、ストレートで押していく場面も見られました。一方スワローズはスワレス、ジャイアンツ戦今シーズン2試合目、この吉川尚輝がチーム初ヒットツーベース。ただ強いまっすぐと動くボール、なかなかホームベースを踏めない、そんなジャイアンツでした。4回、畠ランナー2人、しかしここはピッチャーゴロ、ダブルプレーでしのぎました。そしてスアレスは回をまたいで5者連続の三振というのがありました。なかなか突破口を見出せない、そんなジャイアンツの中盤でした。今日は一軍に陽大館あるいは湯浅、サウスポーの横川戻ってきた、そんな試合でした。0対0で推移して、この村上の送球エラーがありましてジャイアンツ先制で、その陽大館がこのデッドボール、2打席三振の後チャンスでどうかなというところでしたが下がっていきました。ちょっと心配です。そして1対0で推移していきまして、畠清修、今シーズン7回までが最長だったんですが8回も抑えました。そして今日スタメンからは外れていた坂本が出てきまして、このフォアボールが結果的には大きい形、代走増田大輝、ランナー進んで代打中島がこのライン上でしょうか、貴重な2点目となるタイムリーツーベース、2対0となって、さあ初めての関東完封に向けて、東京ドーム3年ぶりの白星に向けて、畠清修9回、この1球高めに浮きましたが丸が候補しまして、9回2アウト最後は青木ファーストゴロで抑えてゲームセット。見事畠清修プロ初完封勝利を飾っています。